ちょっと撮影しておきます。神戸582-27-33、ここの住宅のところの人間かどうか。月姫路ナンバー301-4021。交差点、その辺りまでが交差点。5メートル以上のところ、ただし駐停車の時間5分、それ違反したら道路交通法違反。次々集まってきよう。こんな時間帯たくさん人なんか集まってこい。柴田とか名乗ってたやつかな。だったとしたら春山整骨院と組んでるやつや。で、姫路の建築業界の人間で、この辺りの兄の中町の業務スーパー、築20年しか経過してないのに建て替え取ったやつ、そこの現場の責任者が松方弘樹っていう名前でテレビ出てたやつや。死んだことにしてまた現場戻ってきて悪いことしよう。もともと公務員の町づくり課が議員や。あいつももともとエロ業界の人間や。姫路市、それだけで怪しいね。圭介の自宅の近くにすぐ来るっていうことは。